ずはお電話の方、メールご紹介します。陽気になりたいポテコさんです。ありがとうございます。2歳上の彼氏との今後を占っていただきたいです。1年ほどお付き合いをしていますが、喧嘩になると意地でも自分から謝らず、謝ったとしても私がふてくされていると二度と自分から口を開くことはありません。お互い歩み寄ってそれを解消できるよう努力していくべきだと思うのですが、彼に伝えても俺は俺で曲げられないところがあると言われました。結婚を視野に入れているので、この先このまま付き合っていてもいいのか占っていただきたいです。占う前にもう無理でしょう。ちょっといいですね。もしもし。はい、お願いいたします。お願いします。占う前からもう無理だと思います。早いですよ。占いますよ、少々お待ちください。お願いします。お願いします。何で喧嘩するんですか、その例えばで。例えばだと最近だと、はい、なんか2人で飲んだ帰りに、はい、なんか酔っ払っていたのもあって、はい、なんかいつも彼ちょっかいをよく出してくるんですけど、はいはいはい、なんかその時もウェイみたいな感じのふざけたノリで彼から押されたりするのを何回かされて、はいはい、なんかその時私、はい、でなんかちょっと転職をして活動してて、私が、はいはいはい、なんかちょっとあんまりうまくいってなくて、ちょっとそこでこうなんかナイーブになってたのもあって、はい、なんかプチってなって、そのなんか押されたりするのを何回かされた時に機嫌が悪くなっちゃって。かわいいですね。でそのまま家に帰って、次の日なんか私が実家に帰る荷物とかまとめてても何も言ってこなくて、でなんか怒ってる理由なんで聞かないのって言ったら、なんか昨日謝ったしって言われて、うん、でも正直酔っ払ってたので私も覚えてなくて、はいはいはい、なんか謝ったからといってなんか自分が相手に不快なことをしてしまったりとか、なんか手前そのなんか相手に申し訳なさが伝わってなかったり、相手が納得していないっていう風に感じたら、なんかそれに対して再度謝ったり何か行動して起こさないのかなと思ってしまって、私は。その厳しいですね。人を許す心を覚えないとうまくいくものがいかなくなりますよ。ポタコさん、これ結構こういった喧嘩ってあるんですか？あります。なんか本当にこういうしょっちゅう、なんかなんだろう、後から見るとこんなに怒んなくてもよかったなみたいな喧嘩は結構ありますね。振り返るとね、まあまあ、でも、はい、仲いい証拠です、そんなのは。いいじゃないですか。ねえ、こんなに、そうですね。喧嘩されてて、1年くらい付き合われてるってことだと思うんですけど、そうです。こう、はい、なんでしょう、こう、お付き合いをこう続けるリユーというか、はい、そうですよね。真島さんだってあれですよ、ね、喧嘩する相手もいないんですから。ラジオやめてくださいよ。喧嘩する人がいるだけ幸せですよ。やめてくださいよ。では占いまして、まあ、でも、はい、ポテコさん分かりました。彼がですね、はい、一見冷静な大人っぽいのに超子供タイプなんですよ、はい、でポテコさんがお母さんと星持ってるので、はい、だふざけてる子を叱るお母さんになっちゃってるだけですね、これ。あ、そうなんですね。相性自体はいいので、計算と頭脳とかって結構似てる二人ちゃん、似てる二人なので、あ、ポテコさんの方がちょっとやや真面目に物事を捉えすぎるっていうところと、はい、完璧主義が入ってるので、はい、怒る時に確かに論破しようとするとか、完璧に怒ろうっていう癖が多分出ると思いますので。あ、確かに。めちゃめちゃ詰めますね、いつも。そうですよね。もともとこれ、はい、理屈っぽいとか、自分が理屈っぽいなという人ほど詰めに行っちゃうので、はい、そうなると、怒るときはやっぱり人をちょっとうまく逃げ場を作るとか、はい、まあ、向こうがちょっと謝ってんだったら許す心を持っとかないと、もし逆のときに許してもらえなくなると、すごく苦しくなっちゃいますから、はい、しょうがないかっつってどっかで笑うぐらいな、なんかシャレな気持ちを、向こうが子供だったんだなと思って、特に彼が心8歳ぐらいから成長してないので、はい、8歳か12歳までもう小学生なんだなと思って、イエーイとかぶつかってたら、おお小学生と思って、多分お酒飲むとその多分全開で出てくるんで。ポテコさん、彼氏さんどうですか？そんな感じですか？そうですね、もういつも陽気ですね。ね、そうです、へりくつ言うしね、うん、言い訳多いしね。そうなんです。今もしこれ彼氏さん聞いてたらね、どうですかね。ちょっとなんかセンス的なプレゼントセンスがちょっと変なので、変なもんくれません？プレゼント。あ、彼ですか？はい。プレゼントセンス、なんか変わったものくれる、なんか真っ当なものより不思議なものくれるって出てますけど、
あ、本当ですか。そんなことないですか。いいものちゃんとくれてます。割といいものをもらってる気がします。じゃあよかったです。でも彼でも言わないと分かんない人なので、言ってでも謝ってくれてるなら多分好きな現れなので、もう寝て起きたら、寝て起きたらもう次の前の日のことは引きずらないようにしましょう。じゃあ謝ってもらったらもうそこで私も切り替えた方がいいってことですよね。そうですね、はい、許すという気持ちは、はい、そしたら相性自体は悪くないのでいいと思いますので。あ、本当ですか。はい、よかったです。はい、仲良くやってください。はい、あ、すいません、ちょっともう一個だけ聞いてもいいですか。はい、なんか今もうすごい悩んでて、はい、転職しようか、なんか今の職を続けた方がいいのかすごい悩んでて。今お仕事何年目ですか。今、2年半ほどです。2年半。あ、じゃあ、今年か、2022年か2024年転職出てますんで、ちなみに 何、はい、何やられてます。何系の仕事ですか。今空港で化粧品の販売してます。あー、販売か。企画運営のが向いてるので、はい、企画ですか。企画ですね。化粧品作るとか、その広報の宣伝のなんかデザインされたものを作るとかは向いてるんですが、ウェブデザイナーとか、そっちの向いてます。あ、わかりました。ちょっと視野に入れて頑張ってみます。もともと人が苦手なんで接客得意じゃないと思いますけどね。あ、本当ですか。まあ、人にあんま興味ないので。だったらもう数字だと、もうお客さんのことを数字だと見て徹底して分析してくるの楽しくなるとそういったお仕事はいいと思いますけど、はい、もしそれができないんですよ、切り替えて製造とか制作とかなんか作る方に行くとか、あと映画関係の仕事向いてるんで。あとメイクさん、あとメイクさん向いてます。そのメイクをやったりとか。あ、そう、やる方ですね。やる方で、あとそれ最終的に先生になって教えるみたいなのが向いてるので。もしよかったら今言った中で気になるもありました、はい、やってみてください、はい、参考になさってくださいね。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。でもかわいいエピソードですよ ね、 そうですよ。喧嘩できるって幸せですよね。本当ですよ。顔本当ですよ。メールいきます ね。喧嘩できないっていう寂しさありますもんね。さあ続いてメールご紹介します。はい、お願いします。トミーさんです。27歳女性の方。今付き合って1年半で遠距離を1年続けている彼氏がいます。ところが先日浮気が発覚。2人で話し合い付き合いを続けることになりましたが、やっぱり不安です。もともと異性との交友関係が広く不安のことも多かったため、浮気はやっぱりなぁと思う部分もありました。結婚も視野に入れお互いの両親に会ったりしていたのに、すごくショックです。今後このまま交際を続けていいものか、別れて別の人を見つけるべきか教えていただきたいです。へえ。浮気でもされたら浮気をしていいよっていう条件を先に言わなきゃダメですよ、男女。浮気していいよ、私もするからっつって。あ、それをもう提示した方がいいですか。提示したら、まあ1回は1回だからって言ったら、男は、男の浮気って結構なんかまあ男って言ったんだけど、女性の浮気って男の人ものすごい毛嫌いするから、したってことするからねっつって、確保しときなよって言って、そうすると怖いですよ一番。そうですね、彼氏さんもこう、そのまあ復讐の仕方教えてもしょうがないけど。ではではトミーさん占いまして、彼も見て、そっか、トミーさんの運気で言うと今年縁切れるがもう出てますので、占い上だと一旦ここで、なんだろう、運気の悪い時って運が悪いから悪いことが起きるっていうより人の雑が見えるんですね。荒いところとか、はい、ダメなところが見えるので、それをあ、ダメなんですねってこと分かって、いやいや、じゃあまあまあ乗り越えてって、それもいいんですけど、見えたってことはそういうとこ今まで気がつかなかっただけなので、彼はそういう人なんですよって出てきてるので、この彼多分、まあ、また浮気します。また次もありますか。なんと多分現在進行形ですよと思います。なんと早く次の出会いに行った方がいいですね。あの、自分のこと雑に扱う人にそんなこと信用しちゃダメですよ、うん、だってもう嘘ついてんだから。はい、それはなしですって言えるぐらいの方がいい声が出てきますので、ぜひ自分のこと大事に扱ってくれる人にね、そうそうそう、はい、出会いましょう。ありがとうございました。